雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますから。これは天皇陛下が当時外交官として勤務されていた雅子さまに向けたプロポーズの言葉です。その約束を実現するため、天皇陛下が雅子さまを日頃から大切にされている様子がうかがえます。お二人がご公務に行かれた際に見せる穏やかな笑顔や上品で優雅なお人柄に感銘を受ける人も多いのではないでしょうか。またその気品から皇室を遠い存在だと感じることもあるかと思います。しかしひとたび天皇陛下や雅子さまに関するエピソードを知れば、実はとても馴染みのある生活をされていることがよくわかるでしょう。今回は天皇陛下のプロポーズにまつわるエピソードとともに、天皇陛下や雅子さま、そして愛子さまが楽しまれておられる食事について7つご紹介していきます。さて皆さんは天皇陛下がどのような食事をされているか想像したことがあるでしょうか。天皇陛下の食事と聞くと多くの人は特別な場所で高級なものを召し上がられているというイメージを持つのではないでしょうか。しかし皆さんの一般的な印象とは異なり、天皇陛下は特別な食事をされているわけではなく、私たち庶民にも身近な食事をされているようです。まず一つ目はお寿司です。天皇陛下が召し上がるお寿司と聞くと、多くの人が御所に有名な職人さんを呼んでいるのだろうと想像するでしょう。しかし実際は皆さんの想像とは異なるようです。天皇陛下が皇太子であった頃には雅子さまと一緒に目白のお寿司屋に通っていたといいます。そのお店はカウンターとテーブルが2つあり、小上がりのあるこじんまりとした佇まいであったそうです。価格帯も1人1万円程度だそうで、我々庶民でも贅沢をしたい日には訪れることができるお店です。もちろん天皇陛下が足を運ばれる際には付近の道一帯の警備が整備されるため、常連のお客さんは天皇陛下がおいでになられることを察知するそうです。天皇皇后両陛下と同じ空間で食事をするなんてとても考えがたい光景です。では天皇陛下がお好きな寿司ネタはあるのでしょうか。天皇陛下のお寿司を握った店主はこう話します。天皇陛下のお気に入りの寿司ネタには中トロ、イカ、サーモン、アナゴなどがあります。お酒は日本酒を好んで飲まれています。その飲み方はとても綺麗で、いくら飲んでも乱れたり騒ぐことはなく、笑顔で食事を楽しんでいらっしゃいました。食後のテーブルはいつも片付いており、清潔で美しい状態を保っていました。庶民にも親しみを感じさせるお好きな寿司ネタと控えめで上品な食事の様子が垣間見えます。ちなみに昭和天皇はうなぎを好んでいたことで有名でした。そして当時その噂が広まりすぎてしまい、昭和天皇は訪れる先々でうなぎのおもてなしを受けることになったそうです。いくらうなぎを好んでいた昭和天皇もその対応には戸惑ったと伝えられています。さて天皇陛下が楽しまれる食事の2つ目はたこ焼きです。たこ焼きは特に雅子さまが好まれているようで、職員が買いに行くことも珍しくないそうです。皇室関係者によると雅子さまはソースやマヨネーズがたっぷりかかったたこ焼きがお好きなようです。雅子さまが一人でたこ焼きを食べることはないでしょうから、天皇陛下や愛子さまと一緒に味の感想などを話しながら楽しまれていることでしょう。また雅子さまは料理も楽しまれるそうなので、たこ焼きもご自身で作ることもあるかもしれません。大阪にあるたこまさというお店には、昭和63年に当時皇太子だった天皇陛下にたこ焼きを献上した記録が残っています。このお店は1969年創業で長い歴史のあるたこ焼き専門店で、現在も道頓堀や新大阪などに店舗を構える人気店となっています。そして3つ目はラーメンです。ラーメンは日本の国民的な食べ物ですが、さすがに天皇陛下がラーメン屋でラーメンを食べるという機会はほとんどなかったようです。しかし天皇陛下が独身であった頃には、お昼はラーメンをお願いしますといったリクエストをすることもあったほどラーメンを好まれていたようです。また趣味の一つとして登山を楽しまれている天皇陛下は、登山の際にはカップラーメンを食べていたという逸話も残っています。
おそらく学生時代やイギリス留学中には他の学生と一緒にワイワイとラーメンを楽しんでいたことでしょう。また学生時代には150円のきつねうどんを学食で並んで購入して食べていたというエピソードも残されています。ここでラーメンに関連したほっこりするエピソードを紹介します。ある日皇太子のお世話をされているお付きの方が毎日の食事を作る職員に今日のお昼はラーメンでいいと伝えました。食事を担当していた職員はまたラーメンかと思いつつ心よくラーメンを用意したそうです。この日は食堂ではなく部屋で食事をしたいとの希望があったため職員は部屋までラーメンを運んだそうです。しかしこのラーメンは実はお付きの方が食べるためのものだったのです。なんとこの日天皇陛下は雅子さまに向けてプロポーズをしていたのです。部屋でも食べることができかつ天皇陛下の好きなものだったためプロポーズに出かけていると思わせないようお付きの方が機転を利かせてラーメンを頼んだのでしょう。しかしこの時雅子さまはこのプロポーズを断りました。ご存知の人も多いと思いますが雅子さまはハーバード大学を卒業東京大学を中退して外務省に入省されたいわゆるキャリアウーマンです。雅子さまは外交官の仕事を続けたかったためにプロポーズをお断りしたようです。しかし天皇陛下は何度も雅子さまにお気持ちをお伝えして最終的に雅子さまがお受けした形となりました。プロポーズの裏にはラーメンが関わっていたという心温まるエピソードでした。4つ目に紹介するのは御料牧場ですが、この牧場では天皇陛下を含む皇族の食事や区内の行事で使用される材料のほとんどすべてを生産しています。御料牧場では牛乳などの乳製品、羊肉、豚肉、鶏卵、鶏肉などを生産しており、野菜は約24種類も育てられています。そのため日常の食事に使われる食材の大部分は御料牧場で賄うことが可能です。一般の食料品を購入する場合、皇族が口にされる食べ物であるため厳格なチェックが必要となります。そこで同じ牧場で食材の多くを生産することによりチェックを少なくしながらも食の安全性を保つことができるというメリットがあります。この牧場で生産されているもので特に注目したいのはカルグルトという飲み物です。カルグルトはカルピスに似た発酵飲料で殺菌せずに濃縮して作られます。昭和天皇がとても好きだったとされており、今日でも皇族の朝食には欠かせないものになっているのです。残念ながらこのカルグルトは一般には販売されていませんが、御料牧場の牛乳枠内の職員食堂で購入することができます。またこの牧場も常時一般公開されている場所ではありませんが、年に一度だけ一般公開されているので興味のある方はホームページなどをチェックしてみてください。5つ目に紹介するのはおにぎりです。おにぎりといえば日本で古くから今日に至るまで携帯食や弁当として重宝されている日本人にとって欠かせない思い出の味です。皆さんの中にも遠足や運動会で食べたおにぎりの味が忘れられない人もいるのではないでしょうか。天皇陛下は学生時代、上皇后美智子さまの手作りのお弁当を持参して学校へ行くことも多かったそうです。語学友にはお袋が作ってくれたんだと話していたのだとか、天皇陛下が身近な人たちの前ではお袋と呼んでいたことに驚きますが、ますます天皇陛下を身近な存在に感じることができるエピソードです。さてここで天皇陛下とおにぎりにまつわる出来事をご紹介します。1992年に天皇陛下が三本槍岳を登山された際、同行された侍従たちは昼食に豪華な折り詰め弁当などを食べていました。侍従とは高貴な立場の人に付き添い身の回りの世話をする人のことです。一方天皇陛下はアルミホイルに包まれた大きなおにぎり2個だけだったそうです。そして天皇陛下が召し上がっていたこのおにぎりは上皇后美智子さまが作ってくれたおにぎりでした。登山上級者である天皇陛下が登山の際の食事におにぎりを選ばれたのは、美智子さまの手作りおにぎりが特別な存在だったからではないでしょうか。
おそらく天皇陛下はその美智子さまの手料理に対する愛情を理解されていたことでしょう。おにぎりにまつわるエピソードは愛子さまにもあるようです。愛子さまが幼稚園に通っていた頃、ご友人がコンビニで買ってきたおにぎりを見て、フィルムを剥がして海苔を巻くというラッピング方法に大変興味を持たれたそうです。そこで天皇陛下と雅子さまが一度愛子さまにも体験させてあげたいと思い、職員にコンビニでおにぎりを買ってきてもらいました。その職員は様々な種類と異なるコンビニのおにぎりを購入しました。中でも愛子さまはコンビニごとに海苔の巻き方が異なることに驚かれていたそうです。最初は海苔巻きがうまくできなかったものの、いくつか開けていくうちに最終的に上手に巻くことができるようになったといいます。ちなみに昆布や梅干しは愛子さまのお口には合わなかったそうです。お好きな具材は鮭とツナマヨだったとのことで、好まれる具材も我々でも普通に手に入るものであり、愛子さまをより身近に感じるエピソードです。天皇陛下と愛子さまがおにぎりを通じて家族の絆や温かさを共有しているところは、私たち庶民と同じであり、とても親近感が湧きます。6つ目に紹介するのはカレーライスです。昭和天皇や上皇陛下もお好きで、皇族が好んでいる料理であることが知られています。カレーライスは日本の国民的な料理と言われており、今や外国人にも大変人気があります。もともとカレー料理はインド料理ですが、1600年にイギリス本国へ高級インド料理として伝わりました。その後18世紀にイギリスでカレー粉が開発され、日本に伝わったのは明治の文明開化の頃とされています。当時のカレーはイギリスから輸入されたものを使用していたため、高級料理とされていました。盛りそばが一銭という時代にカレーライスはその8倍であったとされています。そしてじゃがいもや玉ねぎ、人参が入った今日のようないわゆる日本式カレーが誕生したのは大正時代に入ってからです。この日本式カレーは栄養上からも調理の簡便性の点でも集団給食に適していると評価され、現在でも軍隊食メニューとして採用されているといいます。このような観点から、被災地などにお見舞いに訪れる際にもリクエストされることも多くあるのです。天皇陛下が炊き出しにカレーライスをリクエストされていることは、手間暇を考慮した上での相手への温かい心遣いが感じられます。では天皇陛下のカレーライスに関するエピソードを見ていきましょう。ご成婚から2年後に初めて雅子さまと一緒に登山をした際、山荘での休憩で食べられたのがカレーライスでした。当初山荘の主人は何を出していいかわからず、事前に宮内庁へ確認を行っていたようです。宮内庁から帰ってきた答えはカレーライスだったそうです。山荘の主人は量が少ないと失礼だと考え、天皇皇后両陛下の分を多めに盛り付けて提供しました。しかしとても量が多かったため、雅子さまは残されてしまったそうです。それを見た天皇陛下は、僕が食べてあげると雅子さまのお皿に残っていたカレーをすべて召し上がったそうです。この行動は天皇陛下がプロポーズの言葉である、雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますからという約束を実行した振る舞いでした。山荘は多くの場合標高の高い場所にあるため、食材をそこまで運ぶことはかなりの時間と労力を要します。登山が趣味の天皇陛下であれば、その大変さはよく理解されていたことでしょう。苦労して作られたカレーライスを無駄にしてしまうことへのお気遣いや、料理を提供してくれる山荘の方々への感謝の気持ちの表れでもあったのですね。特にリクエストした食事を残してしまうことで、雅子さまが恐縮してしまわないよう天皇陛下がご配慮されたのでしょう。山荘の主人はお二人が召し上がっている場にいるのも失礼だと感じたため、離れた場所から様子を見守っていました。後に天皇陛下は本当にお優しい方だということが伝わってきたと語っています。天皇陛下が常に周りの方々への感謝や気遣いを忘れず、さりげない行動でそれを表現されている様子がうかがえます。
また、雅子さまがカレーライスに相当なこだわりを持っていることはご存知でしょうか。外務省に勤務されていた頃には、日本料理を学ぶサークルに所属していたほど料理がお好きだったそうです。ご成婚後、カレーを作られた際にはカレー粉に数種類の香辛料をブレンドし、生クリームを使用した本格的なインドカレーをお作りになったとのことです。雅子さまがお育てになられた愛子さまも、お母さまに似てカレー好きになられたのではないでしょうか。雅子さまが天皇陛下と愛子さまに、カレーを振る舞う光景を想像すると、家庭的で温かな雰囲気が想像できます。7つ目のエピソードとして、お酒に関するエピソードを紹介します。天皇陛下がお酒を飲まれることは、晩餐会などでのイメージが強いと思いますが、実は晩餐会の場以外でもお酒を楽しまれていました。天皇陛下が皇太子であった頃は、イギリスのオックスフォード大学に留学されて生活されていました。当時は現地のパブで、語学友と黒ビールを楽しんでいたというエピソードもあります。天皇陛下はお酒に強かったそうです。そのため、語学友など気が知れた人たちと飲んでも、乱れることはなかったそうですが、一度だけ酔いつぶれたことがあるといいます。それは秋篠宮さまと紀子さまのご結婚後に赤坂の東宮仮御所で親しい友人と、先を越されて残念会という集まりをした時の出来事です。テーブルには、ビール、ワイン、日本酒、ウイスキーなど様々なお酒が並んでいたそうです。天皇陛下はそれらのお酒を片手に会話を楽しまれていたようですが、その途中で一点を見つめて動かなくなってしまい、そのまま休まれてしまったそうです。普段は気遣いができて、飲みすぎないように注意している天皇陛下が、語学友との楽しいひとときについつい飲みすぎてしまう様子は、とても親しみやすいお人柄を感じます。このエピソードは、今では笑い話になっているとのことで、ご本人もそれほど気にされていないようです。そして後にも先にも酔いつぶれたのはこの一度きりだったようで、普段はお酒を飲んでもそれほど変わらないと言います。天皇陛下が日常の中で様々な食事やお酒を楽しまれ、ご家族や親しいご友人との時間を大切にされていることがうかがえますね。さて、ここまで天皇皇后両陛下のエピソードを見てきましたが、これに関して海外から様々な感想が寄せられているので、その一部をご紹介します。天皇陛下は普段、私たち庶民と同じような質素なものを食べていることに驚きました。学生時代とはいえ、イギリスのパブで黒ビールを飲んで楽しんでいたなんて、とても想像できないですね。特別なものを食べている印象があったので親しみを感じるな。楽しくてついお酒を飲みすぎてしまうなんて共通点があって親近感が湧きますね。日本というとお寿司のイメージが強いですが、天皇陛下も庶民的なお店で食事されるんですね。と様々な反応がありました。一般的には特別なものを食べている印象がある天皇陛下が庶民的なお店でお食事を楽しまれている姿に親しみを感じる人が多いようです。また国内外の交流を積極的にされている天皇陛下や雅子さま、愛子さまのお人柄が普段の食事や交流の場面を通して知られ、人々とのつながりを感じることができるのはとても素敵なことだと思います。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして、皆さんの応援が励みになります。また、次の動画でお会いしましょう。